左の画像が LED、右の画像がハロゲンです。おはようございます。麻生大河解読機の細です。今回は軽キャンインディ727の暗いヘッドライトをハロゲンから LED に交換したいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。はい、中古で購入してから1年、ポップアップルーフの張り替えや床の張り替え、壁紙などを張り替えてやっと使えるようになったインディ727ですが、そろそろ修理だけでなく快適化を進めたいと思っておりました。そんな時、動画を見ていただきましたスバリー様よりお声掛けいただき、エッジオンタイプの LED ヘッドライトバルブを提供いただけることになりました。ありがとうございます。スバリー様のホームページやこの商品につきましては動画下の説明欄をご覧ください。それではこの LED バルブ取り付けていきたいと思います。この暗いインディ727のヘッドライトがこの LED バルブを取り付けることでどれだけ明るくなるか、どうぞ最後までご覧ください。こちらが提供いただいた LED ヘッドライトバルブになります。まず開封前に手袋をはめさせていただきます。 LED バルブは発光部分が小さいので触ることはないと思いますが、よく CID バルブを素手で触ってしまってバルブがつかなくなるっていうことが以前よくありましたので、念のため手袋をはめて開封させていただきます。あ、こんな感じなんですね。サイズ的にハロゲンバルブと形あまり変わらないです。以前別のメーカーの LED バルブをアストロタイガーに取り付けたのですが、こちらのコネクタをはめるところに大きなヒートシンクがついていて、アストロタイガーに取り付けるときには干渉部分を叩いてへこませないと取り付けることができませんでした。これここにヒートシンクがちょっと見えますけど、こことここ、このヒートシンクで大丈夫なんでしょうか。ちょっと心配ですね。ステッカーついてました。こちらが取扱説明書になります。アストロタイガーに LED バルブを取り付けるときには無理やり取り付けましたが、やはり必ずお読みくださいのところに車種または台座によって取り付けできない場合があるようです。取り付けできない場合は購入元にご連絡をお願いします。また点灯中や消灯直後のバルブは熱いので注意してください。交換については他のバルブと特に変わらないようです。まず車の電気触るときにはバッテリーのマイナス端子を取り外しておいてください。マツダスクラムトラックの取説です。まず取扱書の最後ぐらいに電球の容量について記載があります。こちらの型式エッジオンタイプになります。まず交換するバルブのタイプが合ってるかどうか確認してください。油脂類が付着してない綺麗な手袋をはめてください。まずボンネットを開けます。ちょっと見えにくいですけど、ここにレバーがあります。ボンネットを開けるときにはこのレバーを持ち上げるとここのロックが外れますので、ボンネットを開けることができます。閉めるときにはここにロックがありますので、このロックを外してやると閉めることができます。ヘッドライトを外すにはまずプラスのドライバーなどでボルトを外します。こちらのボルト、ドライバーで外していきます。外六角になっているので、六角でも外すことができます。落とさないように。はい。ライトとフェンダーの間に指を入れ、ライト外側下部を前方に引いて、外側のクリップを外します。次にこの辺りにクリップがあるので、指を入れてということでしたが、内張り剥がし使います。よし、外れた。内側のクリップは
クリップ部分を目で見ながらライト全体を外側にスライドさせて外します。あとは目で確認しながらクリップを外すということですが、クリップ分かりますでしょうか。あの青いのがクリップですね。スライドして外していきます。お、外れた。ここがヘッドライトバルブなんですけど、ちょっとこの辺りのコネクタ外さないと難しいですね。硬いな。よいしょ。よし。ゴム外してここ針金、ね、ここ引っかかってますので、これを上げると取り外すことができます。こちらが取り外したハロゲンバルブ、こちらが取り付ける LED バルブです。大きさほとんど変わらないですね。これなら干渉せずに取り付けてきそうです。こちらにもファンがあるんですね。向き間違えないように取り付けてください。こちらが上です。こちらが下になります。針金でロックします。ゴム少し拭いておきました。いまいち綺麗になってないですけど、このゴムにも向きがあります。向き間違えないようにしてください。水が入らないように。よし。右側の運転席側は交換しました。左側交換する前に少し暗くなってからハロゲンと LED の比較してみたいと思います。左側書いてませんが、バッテリー元に戻します。だいぶ LED の方が白っぽいですね。エンジンかけてしまうとエンジン音でかき消されてしまうので、ファンの音は特に気になりません。昼間ではヘッドライトの明るさが分かりにくいので、暗くなってからまた撮影したいと思います。はい、日が沈んでだいぶ暗くなってきました。ライトをつけてみます。安いバルブを購入するとカットラインが出てない場合があります。カットラインがぼやけていると対向車が眩しい思いをしてしまいます。ここはハロゲンの
バルブですけれども、しっかりカットオフラインが出てますが、交換した LED バルブの方もちゃんとしっかりカットオフラインが出ています。これなら問題ないですね。スマホに高度計アプリをインストールしてみました。どこまで数値が正しいか分かりませんけれども、測ってみたいと思います。まず LED の方を塞いで、ハロゲンのライトの光量を測ってみます。この辺で1244ルクスです。次に ハロゲンの方を塞いで LED の光量を測ってみます。おー、2000超えた。2716。2748、2760、2786ルックスです。やはり LED の方が圧倒的に明るいです。ハイビームに変えます。ハロゲンの方から測定します。2398、2709ルクス。次に LED。 おー、すごい、4000いった。4264ルクスいきました。めっちゃ明るいです。バッテリーのマイナス端子を外してきました。こちらのヘッドライトの方もバルブをハロゲンから LED に交換したいと思います。外れた。LED バルブに交換します。はまるとこが分かんないな。よし、よし、よし、これで完成。最後にバッテリーのマイナス端子を元に戻します。めっちゃ明るいです。はい、だいぶ暗くなってきました。ヘッドライトをハロゲンから LED に変えたので、どのくらい明るくなったのか走行して比較してみたいと思います。車中泊に行った天神峡キャンプ場の近くまで来ています。左の画像が LED、 右の画像がハロゲンです。 LED の方が二回りぐらい外側が明るく見えています。
画にアップしたのはこの辺りからだと思います。今度は左がハロゲン、右が LED です。欄干がしっかり見えてますね。この先黒猫が出たところですけれども、おお、びっくりした、黒猫かよ。周りがよく見えますね。左側のハロゲン、ローからハイに切り替えました。はい、今回は K-CAN INDY 727のヘッドライトバルブをハロゲンから LED に交換してみました。 K-CAN のベース車両は軽トラなので、ヘッドライトの奥にスペースが少なく、なかなか今までのようにバルブの後ろに出っ張りがあると取り付けが難しかったのですが、今回紹介させていただきましたスバリさんの LED バルブであれば後ろに出っ張りがないので軽トラでも取り付け可能だと思います。明るいだけでなくしっかりカットラインも出てますし、今回耐久性のテストはできておりませんが、3年保証ということですので耐久性も問題ないんじゃないかと思います。今回の動画が皆さんのお役に立てたら幸いです。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これで夜のドライブも快適になりますね。それより早く FF ヒーター取り付けしないと、もう寒いよ。